はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、今日撮影日なんですが2月の5日になりますね。でもう2月に入ってもう5日間経っちゃったんですけど、非常にですね天気もいいこともありまして、お客様もたくさんこう吉村農園の方にもご来店いただいておりまして、本当にありがとうございます。で今日の動画のテーマの内容なんですが、液肥ですね。吉村農園でも葉面散布でも液肥使うし、やはりですね完成時にも液肥もう毎回使ってるんですよ。その中で液肥の箱ですね、ちょっとね使う時にこうこぼしちゃったりすることがたたたたあるので、まあ、そういったところの改善、こんな感じにしていただいたらいいなっていうのね、ちょっと社長に聞いてきましたね。ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、液肥メーカーさんにお願いをしたいということでね、社長がちょっといろいろとお話ししたいことがあるということなので、よろしくお願いします。はい、私もね何十年も液肥を使ってるんですけど、最近は液肥でもね、ハウスの方に液肥をかけるときは一等で何が足らないちって、これ全部一回に流せば別に問題ないんでしょうけど、こういうので、1キロとか500グラムとか使うときに、要するに、はい、ちょっとやりますね。私の願いたいのは、これがね、こういう風になって出すと、こぼしちゃう。はい。ここから回って、はい。だからここを少し切ってもらいたいっていうの、ここ。点線で。点線の位置を、今、マジックで書いたところです、ね。そうです。これを、ミシンみたいなやつの、やってすぐに破れるように、少なくなっていったら、少なくなっていったように、ここに取っ手をつけてもらいたいの。ここも、上。上も取っ手をつけて、こういう風にすれば、これは、どんなメーカーであっても、こういう風に一回ずつ持ち出したんじゃ重いから。はい。で、少量ずつ、いろんな品種っちが、こういう液肥を、窒素だ、リン酸を混ぜたり何かして、単品だけで10キロ全部使うとかっていうの、こういうのさ、入れるってことはもうそういう時代じゃなくて、少量を、4、5日に1回ぐらいずつやっていくんだから、それには、こういう風なやつで開けるのに、開けづらい。口でこう、いう風なやつもあるみたいなんですけど、やっぱりね、そういうのはね、無駄な経費になっちゃうから、それならばメーカーさんの方が、それでもそういうのを使わなくても使いやすいように、ここにミシンをこう、つけてブルブルってやればいいんだから、はい、2段ぐらいに。そうして、ここに取って、ここを持つとこを作ってもらえればいいのよ、これ。はい。ここ。ここと、ここへミシンでやっておいてくれれば、これはね、どんなことしてもね、これ使ってる人はね、こぼしてると思う。で、一つが4000円近いやつを使うんだから、やっぱりね、無駄はもう経費がだいぶ上がってるんで、無駄がないように、やっていくのには、こういう風に開ければ、はい。少しずつの容量を使って、一ハウス一ハウス使っていくっていうのは、これはメーカーのお願いなんですけど、やっぱり品物を売るんだけど使いやすいっていう、その単純なことかもしれないんですけど、私たち農家の人もね、いろいろな工夫をして使っていかないと、肥やしだからっつって、ね、無駄になっちゃう。何回かこぼしたことがあるんですよ。やっぱりこれはね、ちょっとしてメーカーの方にね、ただ四角い箱の中に品物を入れて売るっていう時代はもう終わってるんで、使いやすいように、考えてもらいたい。それには、ここを刻みを入れてもらえればいいの。ここ、ここと、ここを。で、その都度その都度量に合わせてぶっついて2箇所を2回ぐらいにやってくれれば無駄のなく。やっぱりね、こういう風にした時は絶対これこぼす。こういう風に。ここ持てないんだもん、もう。そうですね。こっちは持つとこが全然ないんで、はい、ここを切ってもらえれば、ここがあれば、ほら、これじゃこぼしちゃうよ、これ。はい。どんなことしても、口っきりに入ってるときは量が多く飛び出す。それにはこういうので受けなくちゃなんないんで、誰も使
ってるのはこういうやつの、1キロとか500グラムのやつで、2種類ぐらい混ぜて振ってると思う。だからそういう時のために、こういう風なちょっとした工夫。はい。うん。大手のね、これは、会社名はいいのか。でも、自分の作ってるとこは大手なんで、液を作ってるっていうのはね、もう大手しかないんで、ちょっとした工夫、やっぱり、いいものなんだけど、自分たちは実際イチゴとかトマトとかキュウリに液を流してないと思うんで、あんまり、そういう細かしいとこはわからないと思うんですけど、農家であってもそういうものを要望したい、ちょっとした工夫で無駄のないように、物はいいんだからそれ以上のことを考えてもらいたい、私たちが使いように、工夫ちのと、あとは農家の人の生の声を聞いてもらいたいっていうのが本音があります。中だけじゃなくて外の使い方で綺麗にこの液肥を使っていいものなんだから、そういうとこまで細やかな気配りをしてもらいたいっていうのは本音があります、ね、はい、わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、では先生、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、液肥のね、箱の改善お願いしますということでね、社長の方から動画、まあ、撮らさせていただきました。いかがだったでしょうか。一応ですね、この液肥のこの箱っていうのは、やっぱりこう四角い段ボールにこう入って液体が入ってて、もう物は本当にいいんですよね。液肥の物本当に最高にいい。でもですね、液肥、私もそうなんですけど、ちょっとこぼしちゃったりすることがね、こう、たたたたあるんで、あそこの部分を少しこう断面ちょっと切っていただいて、こう、水をとか液肥をしっかりとね、流し込みやすいというか、こう組みやすいように改善していただけると非常に助かりますんで、もしね、液肥メーカーさんが見ていて、あ、そうだなと思ったらですね、もし書いていただけたらね、ありがたいんでよろしくお願いいたします。ではね、次回も動画撮ってきますので、ぜひぜひご覧ください。最後に行きます。これが農業です。はい、こんにちは、吉村農園の吉村です。2月になっていちごの方もますます寒さが厳しくなってきたんで、美味しくなってきました。おすすめ品種はね、おいしいベリーで、栃木県を代表するね、とちあいか、隠し玉ではね、濃い緑なんかもね、おいしくなってきたんでね、お店の方に来て、いちご狩りを楽しんでください。待ってます。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日はね、2月の7日っていうことで、私の妻のね、誕生日なんで、久しぶりに、宇都宮の方へ行ってきました。やっぱりコロナ禍でね、半年ぶりぐらいなんです。私もイチゴばっかりやってたんで、初めて半年ぶりに宇都宮の方へ外出してきたんですが、半日ね、約5時間ぐらいかな。いろいろ用足しなんかもしてきたんですけど、やっぱり大きなデパートの中をショッピングするのも久しぶりだったんですけど、見てきたらやっぱりコロナ禍だったもんで、いろんなお店がね、やめたりまた新しくなったりっていうより、なんとなく品物がね、カスカスかなーっていう感じで、ここまで影響しているのかなーっていう感じです。まあこれもいつかは収まるんですけど、早く収まってもらいたいなっていうことで、あと人の動きなんかもなんとなく鈍いですね。宇都宮なんで、宇都宮で一番私も気がついたのは、ね、LRD って言って路面電車が宇都宮の方で今工事をやってるんで、これができたらどうなのかなっていう風な疑問であり、20年後とか30年後に宇都宮が変わって、また新しい宇都宮ができることを期待したいということで、なかなか完成するのもあと5、6年や10年かかるかもしれないという大工事ですね。今度宇都宮の方にこれ見てる方もいろんな方、地方の方もいるし、遠いところの人もいると思うんで、宇都宮餃子で有名なんで、路面電車が完成したら、餃子を食べながら乗るっちのもね、一つの楽しいショッピング地が行動だと思います。益子町の方もね、観光ではね、いろいろやってるんですけど、なかなかコロナっちのに勝てないんで、今度また陶器市なんかもやると思うんで来てください。そういうことですね、今日は。はい、
はい、では本日なんですが、業者さんの方からですね、もう液肥なんか新しいのないんですかって言ったらですね、まあ、新しい液肥をちょっと持ってきてくれたんで、まあそういったところちょっと吉村農園でもいろいろ使ってみたんでね、そういったところのご紹介よろしくお願いします。業者さんの方さ、平年であれば、1週間に1度ぐらい、液肥の方を少量で、流してたんですけど、今年から1週間で2回ぐらいした方が寒いからなんでしょう。